ごとなすみ。おはようございます。最近絶好調森本涼子です。はい、おはようございます。最近絶不調夏美でございます。よろしくお願いします。絶好調なんですか？そうなんですよ。私ね、あのつい半月前ぐらいまで年間収支がマイナス32万だったんですけど、今13万プラス。嘘、なんでなんかね、あの刑事と無双とガロでまくり切りました。結構スペック荒いやつか。いい方引けてるんだ。そうそう、いい方しか引いてないまである方なんですよ。逆なんだよ。そういう鈍い値の台でダメな方を引き続けて、1月、あのプラス10万円だったんですけど、今2月のね、まだ前半ぐらいなんですけど、マイナス15万です。2月だけで、この半月で。そう、死ぬ。だからもう当たんないし、当たってもダメな方、だから鈍い値の消し怖い。今日どうしましょうね。今回の、シーズン6のテーマはですね、冬のステッカー祭りということで、1回目はゲストにヒゲさん来てもらって、はい、あの大当たり回数1回につき10名様にステッカープレゼントすることになったんですけど、200名様にプレゼントしまして、そして2回目前回は2人で実践しまして、ステッカー、さらにですね、番組のロゴステッカーも追加して、なんと250名様に大放出してます。はい、プレゼントいたしました、はい、そして今回はなんとそのステッカー2種プラス番組特製ブロマイドもプレゼントするということで。ブロマイド、はい、私たちの写真ですかね。そうなんですよ。あの特別にね、作ったここでしか手に入らないやつをプレゼントしますので。どんどん豪華になってますね。はい、ということでですね、今回もなんとかね、当選人数を増やしたいわけです。そうですよね、はい、ということで心強いゲストをお招きしております。この方です。お邪魔します。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして、カブトムシゆかりです。お願いします。よろしく大当たりに貢献できるように頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。当たり1回につき10名なので。そうなんですよね。そうなんですよ。そうですね、どうですか、引きは、自信のほどは。最近絶好調なので。そうなんだ。はい、ついこの間3万発を出したばっかりです。何の機種で無双。あ、出た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 。すごい。確かにツイッターで見たかも。そうなんですよ。いいな。もうつい最近ね。ぐらいやられたらね、なんか本当に羨ましそうな目で見てる。いや本当にそう。この間も直近で大当たりゼロだから、私この前。そう、3地球も引けないから。よくあるか、よくあるな。そうなのよ。なんとか私を貢献できるように頑張ります。はい、ということで今回はですね、初登場のゲストですね、はい、かぶちゃん、来ていただいて、まあちょっといろいろガールズトークもやりつつ、まあ大当たりを目指しつつ、前回前々回とその全員プレゼント目指すぞって言ってやってたんですけど、なんだかんだでやっぱちょっと今のところ全員プレゼントにはね、なってないらしいんで。意外とね、応募はいただいてるということで。ありがとうございます。なので今回こそちょっと全員プレゼントを目指して、ちょっと大当たり祭りでね、漏れなくプレゼントみたいな、ね、もうそうそうそう1000人とかねできればね。ってこと、1000人しようと思ったら3人で100回か、100回か当たり、いけ、なんか40、40、20とかね。ああ。なんで違うの？しようとしてんの？なんでなんで？配分がおかしい。配分おかしいね。でも100はちょっとね、どうかと、ちょっと難しいかもしれないけど。まあ、500人とかね。ね、500だったらね。なんか、なんかね、機種によっては。30、10、10。じゃあ、ありますあります。5。うん。計算できない。寒いからね、はい、寒いからちょっとマシンが動かないということで、はい、はい、ということで、それでは頑張って次戦行きたいと思います。合計100回目指して、そうそう、から DV1 機種で DV1 機種ちょっといいところ弾けるよりね。まだ弾いたことないの、いい、いい方。あ、そうなの、4500を体感してみたいよ。すいません、私今のところ6の6で4500。いや、それ強すぎない？すごいですよね。そう、いい方の方よりしたことないんだよ、どの機種も。なんだか怖いんですよ。6連単はあるけど、でも 50%50%
30% でもう運転の差じゃないですか。特にステージは全然違う、もうほんと10倍以上違うもんね。本当、本当にゼロ1個どころじゃないもん ね、 ね、だって2通だもん、3ラウンドでもないんだよ。いや、そう、払い出しが300だもん。そうそうそう、下に来ないですもんね。そう、来ないんだよチャラチャラチャラっと下皿に。そうそうそう、気持ちだけ、ね、4500っていうね、4500はね、そっち、はい、いいところ引いたら絶対もらえるっていうね。今、先読みチャンスモードにしてます。私も先読みだけ入れてます。え、でもあのこの先読みの 78% はどう思いますか。え、私は全然あり、ありなんです、ね、私もありなんだけど怒んないよね。怒んない、なぜ先読みなしでも当たるんだよ。あ、本当、当たったことあって。あ、そうなん、ね、そっちはあんまり大変なことない。本当、全然見れてないんだよね。いや、なんかリゼロの 40% で慣れちゃってる。あ、わかるわかるわかる。その頻度考えちゃうと全然来ないもんね、うん、私ね、モンキーターンの20も結構好きで。あ、言ってたねただ結構50以下の方が好きかもしれないです。確かに頻度がね、もうちょっとね、確率悪くても、それわかる、それもわかるんだよね。でもなんかね、そのちょうどいいかもって、これに関しては思ってる。いや、なんか点撃ボタンがあるから、そう、点撃はちょっとしかカスタムしたことないけど、うん、私も点撃のカスタム入れないかな。あれ待ちになっちゃいますもんね。確かに、確かに。でもなんかそのカスタムない時のこの大堀戦じゃない前の前作の時、はい、なんかこの点撃のボタンちょっと弱いイメージがあって、なんか 謎に電撃いきなり保留で入って結構外すなと思ってたから。あー、信頼度が弱いってあった方が。じゃあバイブの強さかと思った。あ、違う、びっくりしちゃった。いやいやいや、これが弱いそしたらもうおかしいよねびっくりしちゃったボタンバイブに慣れすぎちゃって、もうこれぐらいじゃみたいな、これぐらいじゃ欲しがりになって、欲しがりになっちゃって、ちょっとざわざわみたいなじゃなくて。でもなんか全体的に信頼度すごい上がってて、ね、そこはいいなと思ってて。わかるわかる、振り回されなくていいですよ。そうそうそう、ちゃんと当たってくれるイメージ。なんか暑いしね、疑似さん行けばもう暑いみたいな感じじゃないですか。そうそう、あんま行かないもんね、うん、一応ね、乱気流ゾーンに入ったんですけど。あ、ちょっと待って、見えない。めちゃくちゃ暑いよね。そう、暑いんだけど、暑いんだけど、一応ご利用変化今入りましたね。あ、当該？当該。いや、でもいいじゃん、でもいいんじゃないよ。まだ投資制限よ。だって新花の掲示板以外は全部なんか10何パーとかしかないのにみたいな。これ多分7割ぐらいに上がってるんだよね。上がってた、7割あった。まあ、開始20回転でしかも金してる。キンキンしてました。キンキンしてました。結構金も強くなったよね。強い。そう。いや、いけるね。乗り打ちでしたっけ？いいですか？これね、いや、意外と乗り打ち。その代わり、これ2通引いても乗り打ちですか？あ、じゃあ私迷う。いや、でも、あれ。どうする？今のうちにかけられるよ。乗り、いいよ、今なら乗り打ち。あ、ちょっと金ゼルフだ。金ゼルフ出てます。これは多分当たります。普段当たるね。これは当たるんで、普段ね、全然乗らない。乗ったことないのよ。じゃあ、女性、ヒゲさんとかめっちゃ出ても。確かに出ても全然乗らない。どうする、今のうちだよ、これ。図柄揃う前に返せ。私全然どっちでもいいよ。ただ私は調子悪いよ。私は多分これ2通だよ。でも2通を自分で引いた時と爆発を考えると乗りたいです。じゃあ乗りましょう。あ、3乗り。これ SP の方ですね。SP だとタイトルが赤なので、多分丁寧に言うと当たるけど、私4500引ける自信ないよ。今日はこれ、私これが今日唯一の当たりになる可能性もあるからね。いいんですか、うん、いいんですか。そうですよね。いや、いいの、カブちゃんめっちゃ出てもいいの。え、なんでカットじゃない。そうなんです。でもなんかみんなで喜べそうじゃないですか。まあ、確かにカットに出なかった。え、当たるよね。ちょっとリーチが尻すぼみなんだけど。あ、よかった。さすがに。さすがに当たりました。やっぱちゃんと出れる。あそこね、4500かっていう。あ、そこなのよ。当たっただけじゃまだ。それが全てだから。一応でも開始20回で早いね。さすが、調子がいい。さすがですね。エキストラの方で線はめたのにな。頼むよ、4500お願いします。これ重いわ。あ、やばちょっとすごくの、やばい、ね、7連続7の7です。すいません、3分の1いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。乗り換え。ってことは1500ボーナスか、これ。4500じゃない。そう、1500ボーナスです。
らこの後3000ボーナスとか引いても、あこれ 1000かとか常に3分の1いますよね、テンションって思いながら引くんだよね。ギリギリで滑り込みましたまあなんか、いきなり3068、熱いよ。だって4000、熱いよ熱いよ、そうそう熱いよ、先読みなかったです。これ熱いよ、あーよブルブル強すごいよね、すごいよ。何事何事、今あの魂貯めるやつで、これでも7000、8000いかないと弱いんだよなと思いながらも、7500から結構今回熱いよ、ね、3470もっと上がるかも、ね、こっからあ、うん、でいって6000、もう一声、もう一声欲しいです。金色になりたいね、なんなら1万までそのまま、そのままね、行ってほしいね。で、これ行く、あ、行かない、行かないんだ、あら、え、ダメなんだ、え、金キラなんだったんですかね、あれ、あー、いやー、そうですよね、うん、7000くらいまで行った、ここからラッシュなんですけど、一応まずはこの健康一滴ラッシュから、はい、行きたいと思います。これが赤ホール入れば当たりで、あのね、転廃する回転数によっても転廃すれば濃厚、3回転目、4回転目は転廃かかれば多分当たりです。おで、あと最後10回転目と。で、継続率が 72% なんですが、っていう。はい、うん、あで結構7転廃だったり、レインボーだったり、3000濃厚の演出もあるので。分かりやすく当たるときは分かりやすいんです。ちょっと大丈夫よ。まだまだ全然全然ではないけど、頼む頼む、待ってください。今何回転目次でラストです。あら早い。で次でラストなんですが、10回転目のあたりは3000の振り分けがないので、でここからまたバーンがあるんですよ。お疲れ様でした。おすいません、あれでした。いやいやいいですよ、4500、ありがとうございます。みんな優しいぞ引いてないからねそうなんだ、うちは引いてないから、私まだ引けてないんだ、悔しいな。でも私なんかもともと乗り打ちってしな苦手だったんですよ、うん、そうなんだ、うん、結構その気使うじゃないですか、分かる分かる、自分が出なかったらさ、うん、すごい嫌だもん、ね、どっちも嫌だ、そう、出ても出なくても、出しすぎても嫌だよね、出しすぎても嫌だ。ただなんか最近やっぱその2通と4500とか荒いの打つ時は確かにね、誰かに金か保険というか、はいはいはい、3人で打ってたら誰かしらか、まあ、安定するよね、はい、その安定の方に堅実になりました。えらい、すごいね、はい、それ子供できて変わったとか、いやそう間違いなくそうですね、なんかそうだよね、はい、そんなイメージないもん、はい、そうなんですよ、ね、荒ぶってるイメージがある。そう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 、あのぶっ込まなくなりましたそうなんだ、えらい、あまた7000まで、また行きました、強強、7100、ただ7100なんで、あの赤のまんまなんですけど、これでもなんかさらっとこれが出てほしいね。あった、え、待って、あるくない、あるくない、ね、ありそうですよね、あるよ、先読みはないけどってやつだよね。そうなんです、横とか全然何でもなかったもん。いけ、うわー、強っ、え、すごくない、いけました、おめでとう、50回転、え、何投資さん、祭りや祭りや祭りや、頼む、4500取ってくれ、いや、そうなんですよ、ここオッケー、誰誰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 、なんか弱い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 、まあ、やったー、すごい、すごすぎない、頼むかぶちゃん連勝させてくれ、今6名、60名様、よし、すでに60名様、開始まだ10分ちょっとぐらいで、そうですよね、本当にあっという間に過ぎ去っちゃいましたね、早い、本当早いですよね最近。なんかでもやっぱ刑事さ、縄文突破したいんだよね。あ、そうなんです、パオーンってやりたいですね。そう、だからちょっとやっぱり私の中で刑事じゃないんだよね、うん、寂しい。置きパチモードは好きなんだけどさ、ロング ST がなんかやっぱ、そうそう、ちゃんとなんか戦感ないよね、うん、全然。あとでも無双もバトルしたいかったです。そうそうそう、わかるわかる、
なんか速さを求めすぎてなんかみんなどん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 演出削りすぎちゃってる感じする。そうですよね。よし頑張れー。よし続けます。よし行こう。いやーちょっと早めに早めにお願いします。あ、天敗した。よっ、あ、ダメか、天敗。いやー、7、8であたりとかです。ここだよね、あここか、7、あ、あ、当たり、すごい、やったもう8天敗、おー、すごい、やばい、いただきました。おー、よかったよかった。ひとまず、継続で。でこれで4ってことですよね。なんだね。あんまりテンパイしない？9分の、あ、でもテンパイ、テンパイはするしないですね。したら結構じゃあチャンスみたいな感じなんですかね。あ、終わっちゃう。あ、終わり、終わる。ということは保留か。残りの。どうだ？どうだ？出ない。終わった。終わりました。早ってことは4です。いやでもすごい4消化早いね。早いですね。なんかもうあっという間ですよね。ヨコちゃんトイレ行ってる間に終わった終わりました。1回だけ1回引いたのに。でもすごい1回引いたら4ですね。すごい。でもそれでもう6000発だもんね。すごいね。確かにやっぱ初当たりが大きいですよね。でかいね。いや全部10ラウンドでかいわ。いやでもちょっとやっぱスルーはしたけど4500取れてるからちょっと気持ちがなんか、うん、4500でかいね、うん、確かに余裕がある。じゃあもうすでに70名様。早いすごい太っ腹ですね。もう裏前で多いよね。最初は当選人数とその大当たりと掛け1だったんだけど、うん、ヒゲさんが急に掛け10にしたでね。まあでもやっぱいっぱい確率っていうか当たる気がする方が応募する気がする。そうして良かったよね。結局よかった。ちゃんと応募も来てくれて、で絶妙に当たり取れなくてそうちょうどいい感じになった。ちょうどいい、うん、映えるよね。映える映える200名とかいると、ね、危なかったよ。本当危ないよ。プレゼントしようって言い出してから当たらなくなってね。でもあれですよね、200人でも当たるってなっても全然応募数は足りてないってことですよね。応募数と、ね、あの漏れる方がいっぱい、ことにだからちょっと多めにね今回行きたいよね、うん、そういえばすごいそもそもなんだけど、はい、カブちゃんっていつからパチンコ打ってるの？私はですね、うん、あの仕事で、うんうん、あのさっきは芸能事務所に入ってたんで昔、うんはいはい、でオーディションで、ね、そうなんですよ。オーディションでパチンコ番組オーディション。え、パチンコ番組ってオーディションあるの？あったんですよ。しかもその当時 SDN48 の人とかいっぱい来てた。そのオーディションだったっけ？何のオーディション？魔王伝説でテレビ埼玉のオーディションだったんだ、はい、あれオーディションあるの？オーディションで、どういうオーディションなの？なんかお店の人と制作の人とあと出演者キャプテン渡辺さんとかが6人くらい並んでて、キャプテン渡辺さんが選ぶの審査員側で、え何を見られたんだろうね。何を聞かれたの？普通の面接みたいな。タバコの匂い平気とか。あ、はいはいはい、そういう感じ。なるほどなるほど。確かにダメな人は絶対ダメだもんね。確かに。でそれが前のオーディションの前の審査みたいな。あ、タバコの匂いとか、あとなんかその耳うるさいの平気とか、ね、うんうん、パチンコに対してどう思う、君は何になりたいのイメージとかあるけどどうみたいな。そういうことで。でも確かにそれ聞いといた方がいいな。確かに。でなんかその出演者を虫に例えてくださいみたいなどういう質問とかありましたね。カブちゃんだからみたいな、はいはい、虫なんでとか。え、じゃあ夏美ちゃんと私は確か気になる。いやそうでもちょっと接待入っちゃうんだよ。いい虫は言っちゃいますよね。接待されたい、まあ、夏美さんはでもやっぱ蝶々系になっちゃうから、ね、そうありがとうございます。接待していただいて、うん、あなんかね熱帯雨林にしかないモルモチョみたいな綺麗な色の蝶々。ありがとう。あの木の高い位置にしか飛ばない。ありがとうありがとうございます。めっちゃいいね。レオカさんは何だろうな。何何、なんかトランスフォームするなんかねいろんな位置があるみたいな。そんな虫いんの？どういうこと？まん丸小金とか。何それ？トランスフォーム
するんですよ。どうなの？どういうこと？まんまるコガレって何？形変わるの？めちゃめちゃ可愛いんですけど、トランスフォームするんですよ。へえ、かっこいい。いいな。私モビルスーツとかすごい好きだから嬉しい。あの、可愛い。ぴったり丸くなるんですよ。可愛い。なんか、ね、これ隙がない感じ。超可愛い。攻撃できる場所がない。へでもお子さんあれですもんね、虫。男の子とかだと、あ、そう、みんな男の子だと思う、ね、虫通りますよね。あ、そうそう、虫好き、やっぱり、うん、うちダメだったんだよね、虫。あ、通らなかった。全然通らなかった。嫌いなもん、虫。都会っ子、やっぱり性格だね、うん、性格。うん、ほんとそう、うん、あ、やばい、刑事来たの、とっても刑事。え、待って、熱い、熱い、熱い。しかも先読みだもんね。そう、赤ホルムになるやつでしょ。多分赤か金になるやつ、ね、これがあれですね。書いてくれます。あ、見たい。ゲーム数が赤になった。ゲーム数が赤になった。うわあ、これは当たるでしょう。すごいよ。見たことない。見たいと思ってたんだよね。初めて見た。見たいです。もういなくなっちゃった。いなくなっちゃった。ケージいなくなっちゃった。あ、待って、ナオアプッシュも出たんだけど。ナオアプッシュって多分4500ロードだよね。ちょっとすごく。みんな今日4000。いい乗り打ち、爆連させて乗り打ち、ちょっとすごいわ。1万魂になってます。うわー、素晴らしい。1万出たらやっぱレインボーになってるの。なってる、なってる。オーバーキルしてますよ。オーバーキルさらにプラスするんだって意味ないんだよ。オーバーキル、何をやってるんだろう。もういいよって、うん、これで3、4、5、6、7、8、9、10、10王あたりは確定した感じですよね。そっか、そうだね。じゃあ100人、100名様おめでとうございます。まだ午前中なのにね。え、一番見たいと思ってたからよかった。エクストラ、いや、どんだけ上乗せするの。いいのに。オーバーオーバーキル、とんでもないよ。もうそれアフだよね。あの、過剰防衛すごいね。そうだよ、無駄な殺傷だ。それそのまま1万超えてバーンって当たるわけじゃないんだね。確かに、何万本上乗せしてもずっと1万って出てるだけなんだけど。すごいね、マジ羨ましい。だって全然出ないよね、あれね。え、見たことない。画像でしか見たことない、画像。都市伝説だと思ってた。都市伝説。夏美さんの台は誰からも見れない、見えないんだけど。そうだね、金、斬撃の金、うん、そうだよね、見えなくて。全然見えないもんね。もう何も見えないんですよ。もう液晶がマジで見えない。よし、当たりました。おめでとうございます。おめでとうございます。13,500円です。素晴らしい。やったやった。258回転目。ちょっと一撃1万とかいっちゃってくださいな。そうですかもね、もしかしたら。あれ、初めての E50 ってことですよね、夏美さん。このそう、あ、そっかそっか。初めて、だってこんなにボリボリ出るんだと思って。そう、ナオエプッシュなんていたんだみたいな。そう、見れないと思ってた。よかった。